今回は日本で一番最新の抗うつ薬についてお話しします。ということで、こんばんは。メンタル薬学系 VTuber の浜越人です。2019年の11月にトリンテリックスという新しい抗うつ薬が販売されました。ちなみに成分名としてはボルチオキセチン臭化水素酸塩と言います。適用としてはうつ病、うつ状態ですね。うつ病だけではないんです。例えば双極性障害のうつ状態に使われることもあります。で、このお薬の作用基準なんですけど、めちゃくちゃ作用が多いんです。今までの抗うつ薬である SSRI とか SNRI とか NASA とは分類が異なります。それで作用なんですが、セロトニン再取り込み阻害作用並びにセロトニン受容体調節作用があります。セロトニン再取り込み阻害作用については過去の動画で語っているので、そちらをご覧くださいね。それとセロトニン受容体調節作用については、いろんな種類のセロトニン受容体ですね、セロトニン受容体というのは種類があるんですけど、もっといろんな種類の受容体に働きかけることで、セロトニンだけじゃなくノルアドレナリンだとかドパミンとかヒスタミンといったものの、離れていっちゃうっていうのを調節するって言われています。ここで軽い復習のお時間なんですけど、うつ病はモノアミンの欠乏が原因だと言われています。このモノアミンっていうのはセロトニンとかヒスタミンといった神経伝達物質のことです。またこれをモノアミン仮説と言います。これに対してはちょっと矛盾点とかはあるんですけど、それはまたちょっと別の機会にお話ししましょうか。で、話を戻すと、トリンテリックスはこのモノアミン仮説に基づき多くの作用を持ち合わせることでモノアミンの欠乏を防ぐように働きます。ここまでいろんな作用を持ってるっていうのは今のところトリンテリックスだけだと思いますね。これらの作用によってうつ病、うつ状態を改善するんですね。新規の作用でもあり、とても期待されるお薬だと思います。また他のいい点としては、お薬を飲む回数も1日に1回だけでいいですし、食事の影響っていうのも受けないと判断されているので、食事の時間とかに限らずいつ飲んでも基本的には大丈夫ですね。なので飲み忘れが比較的抑えられそうだと思います。というわけで、今回はちょっと短いけどこんな感じです。じゃあねー。